どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。皆さん、もうほぼ確実でしょう、上に上がるのは。そんな風に思います。いきましょう。はい、それでは練習実行と。はい、とりあえずみんな上げてこう。やる気上げようかな。とりあえず、長島さんやべえな。はいはい、何かご用ですかと。食事会、みんな飯行こうよ。藤川はいいね、調子がいい。どうしよう。おい、とりあえず不調以下はやめよう。おい、そしてもう一人、どこだ、いた、岩田さん。はい、食事会と、みんなで飯を食う。はい、スリラン王子、やる気があった。いいね。さあついに来た韓国戦。はい、相手は投手力に定評がある。なるほどね。うん、確実なものにしてるけども、ここはさらに勝ちたいと。いきましょう試合へ。戦績でこれ変え、まあこんな、能力詳細、まあとりあえずそれがいいや。今日誰が先発かな。とりあえず行きましょう。うわぁ、緊張すんな、やっぱり。もうほぼ確実なんだったら、レイ君出すか。先発レイ。で、野手。どうしようかな。やっぱり、洗い場じゃない？うん。で、1番荒木、2番井端、3番 DH。中島で行くか？松中か？迷うな、どっち行くか。中島だな。で、4番ファースト、小笠原。これは変わらずだね、特に。で、5番センター、青木。いや、3番センター、青木だな。で、毛利の福地、で、稲葉と。で、絶好調な、好調なんだったら安倍さんで行くか。OK。えい、行きましょう。行きます。ついに始まる日韓戦。やるぞー、ここは勝つ。なんとしても勝って全勝でいこうよ。おお、明治神宮でやるんだ、東京ドームじゃなくて。暑いね。よろしくお願いします。もう完全にアジアで一番なんか立派な球場があるのがもう日本みたいな感じなんだろうな。どうなんだろう、そこは。それはちょっとまあ皆さんのこう意見を聞きましょう。さあ行きます。まずはシュートから。ついに満を持してレイ先発。はい、ワンアウト。よーし、ゾーセント切った。バッターは2番アンチオ。アンチオ、さあ1球目、アウトコース低め、ストレート決まってストライク。カーブ、ボールカウントワンダッシング、低めギリギリいっぱいストライク。そしてストレートでとどめを刺す。テイ、オーケー、三振。いいね。球速はないけど三振は取れる。でしっかり一球一球確実に、なんだろう、大切にいこう。シュートとカーブね。決め球はまあカーブかな。カーブが4あるから確か。よっしゃい、チェンジ。さあそして1回の裏、先頭バッターは荒木。先頭荒木、第1球を投げた。直球外れました。なかなか、まあ焦らず行こう。焦っちゃダメ。カーブ、空振り。カーブに全くタイミングが合いません。シン・ジェイン、第3球を投げた。おっとっとっと、なんだ、投手力に定評があるつさん。第4球を投げた。膝元、いいカーブ持ってやがる。ちょっとタイム、どんなもん。カーブオンリー。でも151キロって今までで敵で一番速いな。ああ、いいピッチャーいんな、ジョン・ナイルとか。で、スコア、相手バッターは？おっと？ちょっと今までと感じが違えぞ、これ。じゃあ、でもそうでもないか。まあ、だから、この、チェ・ムンシクに気がつけよう、4番。オッケー。
最後。第5球を投げました。カーブ決まった、ストライク。ツースリーフルカウント。焦らず、焦っちゃダメ。サブ球目。あ、くそ、いいカーブ。いいカーブホールナー。急に150キロの球来るから、それも警戒しなきゃな。第1球を投げました。カーブオンリーなんじゃねえか、下手すりゃ。カーブに山張ろうか。カーブだ。投げました。あ、違う。バッター追い込まれました。わからんな。まあ変化球一本なのが攻めてもの救いか。スナッシュンから投げました。インサイド膝元は5。今足当たったんじゃない。ツーエンドワンから投げました。あ、くそ、しまった。急にストレートくれば対応できねえな。これ苦戦するぞ、きっと打つの。投げました。まっすぐ決まった。おっと、ちょっとタイム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 。よいしょ。やばいやばいやばい、コントローラーがまた。勘弁してよ。アナログモード。OK。コントローラー引っ込みって、ワイヤレスで使おう。そうすれば多分こんなことにはならないはず。待ってくださいね。アナログと。OK。これならもう、こんなミスはない。いや、充電しながらやってるもんでね。本気につないで。あー、ストライク余計に取られた。神宮はホームラン出るからね。アウトロー打ちました。バックネット方向ファウル。切れろ。あー、よしよしよし。ツーエンドワンから投げた。なー、いいピッチャー。これは苦戦するぞ、打つの。チンジェヨン、今日は素晴らしい立ち上がり。さあ、怖いぞ、4番。2回の表。チェムンシク。バッターは4番、チェムンシク。第1球を投げた、打った、打ち上げ。あ、ぶねー。はい。小笠原、手を上げて。アンナウト。ボールを掴みました。ファーストフライに打ち取りました。バッターは5番孫速が。第1球を投げた。カーブは5。これはわずかに低いか。シュートでいくよ。シュート見送ってストライク。第3球を投げました。内角打った。うーしょ。あー、くそ、ストレート。第4球足元を投げました。打ち上げた。おい、内野フライ。両手を広げてショートフライに打ち取りました。オッケーオッケー。打撃にいかなんか別にピッチングに関しては特に問題なさそうだな。投げました。割とアウトの変化球ストライク。まずは初球決めてきました。シュート決まってスマッシング。できればこうあんま回数投げできるだけ、いや投げてほしいな。ヒット。ボールは中継。早い対応が早い。バッターは DH の上角度。さあ初球カーブ決まってストライク。シュート。あぶね、余裕だね。おー、スリーアウトチェンジ。ファースト。初ヒットは向こうか。2回の裏、先頭バッターは4番小笠原。投げました。出た。よーし、こっちも出たぞ。出てしまえばこっちのもんだ。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。中島。第1球を投げた。インローギリギリいっぱいストライク。さあ DH 起用の中島、期待に応えられるか。第2球を投げた。フルスイング空振り。ミート打ちだな。ミート打ちでヒットをつなげる感じでいこう。打った。バットが折れた。おお、バットへし折られたぞ。打ちました。切れろ切れろ。よーし、切れた。ファールボール。危ない危ない、焦っちゃダメ。投げた。外角外れて、おお、ボール見えてる。第6球を投げた。よーしよしよし、カットカット、いいぞ。しっかりカットしていこう。やばいと思ったら。ゲッ、パスの間に合い。よし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 、最後ギリギリ盗塁いく。キャッチャー次第だな。もうちょっと足速い人が一塁いたら走ろう。あ、でも中島結構足速いよな。ぬー、あー、やばい。うわー、やばい、結構苦戦するぞこれ。天の試合だな。まあ最悪後続いるからピッチャーレイ君がどこまで持つかだな。ちょっと待った、嫌な予感。いや、荒木だったら問題なしだ。今ちょっとわちゃわちゃしたけど、な、ヒチョル。さあ1球目、外角低めいっぱいストライク。まずは初球決めてきました。ほい、打ちました。バットの先、小笠原、オーケー。余裕でツーアウトまで来たね。ここはだから戦略的にはバントを生かす感じでいこうか。直球決まってストライク。追い込んでいます。
投げました、打ちました、打ち上げた、はい、この打球は取れるか、やらしい、落ちました、ヒーッ、ボールは中継、今ファーストも投げたら間に合ったんじゃないか、今バッターは今ちょっと今間違えたな、カーブ、シンガートも三振に倒れています、低めカーブ外れてもスイ打った、あ、余裕もう先回りが早い、一塁さあ7、8、9と福地は足が速いよ、塁出たらかなりかき回してやるんだ、ストレートはストライク、まずは外角高め、ちょっと厄介、第2球を投げた、インハイ打ちました、ファールボール、さあ来い、投げた、バカ、なんで今振った、いやーつい振っちゃったよ、冷静さを欠いている、どうやらこれはやべえな、ちょっと余裕ないかもしれない、わんないこの試合、想像以上に投げました、空振り、バッター追い込まれました、さあ投げました、あくそ、マジか、やられた、三球三振、さあ今日好調の阿部、投げました、直球はストライク、まずはアウトコース高め、ワンナッシング、一発いきたいな、これは第2球を投げました、インコース詰まった、ボールは後ろ、第3球を投げました、ダメだ、やべやべやべ、まあ、次1番からだから、その前に相手は上位打線、先頭バッターは3番ソジョンテ、最初の打席は内野ゴロに倒れています、第2球を投げました、カーブ、ね、今読まれてた、シュート、バッター追い込まれました、足元、よーし、逃げるシュート、シュート決まった、ストライク、いいね、外へ逃げるシュート強いね、結構危ない、そしてシュートと見せかけてストレートだろ、おい、セカンドボールを取る、オーケー、ワンツーアウト、バッターは5番孫作が、第一打席はショートフライに倒れている、最後、おい、打った、打球はライトへ、うわ、フェアか、マジか、孫二塁も狙う、今のはまあしょうがないな、すげえいい当たりしたの、初めての長打、おー、チェソン、今日2打席目、カーブ見送ってボール、ノーストライク、ワンボール、膝元直球ストライク、逃げるカーブ、カーブ打ちました、打ち上げた、よし、もらった、稲葉前に出る、落下点構えて、おい、0点で抑えた、なんだか踏ん張ってるね、レイ君、さあ先頭出るよ、まず荒木から洗い場でかき回せ、今日の第1打席はスイングアウト、よしよしよし、落ちろ落ちろ落ちろ、来た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 、よし、先頭出た、出たぞ、キャッチャーの肩見てこう、さあノーアウトで先制のランナー、かき回すためにはまず必須条件、キャッチャーの肩、肩 D、 お、ジェソン、なるほど、いけるっちゃいけるな、投げました、直球ストライク、次でいく、次でいく、ランナー走った、打ちました、ヒットエンドラン、あーバカ、ヒットエンドランで今打たなきゃよかった、まあいいや、次でいく、次いくよ、第3球を投げました、三振、あ、三振打っとけよかったかな、まあいやいや、バントが理想か、今のは、ここでバッターは青木、ネクストバッターサークルに控えているのは小笠原、ふわっと上がって、戻れ戻れ、ゴー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 、よし、今青木がマジで超高層で、さあ来た、とんでもねえチャンスで4番に回ってきた、第一球を投げた、直球ストライク、ミート地だな、強振は無理、今の投球でちょうど40球目になります、切った、切った、よしよし、値千金、うおー、でかい、これでかい、ついに1点、1点を守る試合どころか2点入った、ワンアウトランナー2塁に変わります、そしてバッターボックスは中島、日本追加点のチャンスを迎えています、ダメか、今戻ってもアウトだったしな、しょうがない、ちょっと走ってみるか、少し森の第1球を投げた、投球ストライク、よー、あ、意外と間に合うな、いけるいける、ストレートでも間に合うわ、うん、OK、 機動力破壊だ、打ちました、サードボールを掴んだ、一塁へ、 OK、 このチームの攻略が分かった、足だ、足で勝負だ、2点を追いかけます、先頭バッターは指名打者、上白道、最初の打席は内野ゴロに倒れています、最高、初球ストライクから投げた、カーブはストライク、外角低め追い込んでいます、シュートで、さあ3球目、あっとこれはバットの先、ウィー、1塁
塁送球アウト、ワンアウト。いいぞ、ワンアウト。先頭切った。最初の打席は内野ゴロに倒れています。カーブ決まってストライク、アウトコース、ストレートをぶち込む。うわ、ストレート決まってツーナッシング、バッター追い込まれました。とどめはカーブ、ツーナッシングから投げました。バットの先、サード余裕だね。よし、バッターは9番ナヒチョール。最初の打席はバーまずい。スローボールはボール球で使う。イルイ球見送っても打ってきたらやばかったな。今ボール球といえど投げました。シュート決まってやばい。こいつ多分打ってくる。読んでる。投げました、外れたボール、これも低め。ここは急なストレートで対応させない。よし来た、おい、オッケー、抑えた。3人で切った、でかい。さあ7、8、9と下位打線、下位と思わせない下位打線。ある意味で福地が1番と仮定したら 2、3 としっかり来てるんだよね。うん、8番の稲葉が控えてるという怖さ。第1球を投げた、まっすぐ決まった、ストライク。ちょっと雑にやってんな、これはまずいや。外のボール球を打った、アンチを余裕があります。掴んで2アウト。まあしょうがない。そして左バッターボックス、そして3番阿部と仮定すればなかなか打った。あ、いい、しょうがない。うん、これで3アウトになります。最後はさあ6、7、8、9と、ゲームはこれから後半6回に入ります。なんとかここまで来ました。チャンリョン、今日3打席目、ストレートで危なかった。今の一発だけに警戒しよう。一発だけはダメだ。はい、打ち上げた。あ、やばい、福地の足なら間に合う。 OK、 落ち、あ、間に合った、よかった。レフト福地で、今ライトだったら危なかった。稲葉さんでも追いついたかな。いや、ギリギリ分からんぞ。でも福地でも結構ギリギリだった気がするから、これはこれでよかったのかな。高め、ストレート、露骨か。ちょっとカーブ、平行カウントから投げました。打った、引っ張った。よー、かっこいい。今のよく取ってくれた。今絶対今やられたと思ったから。第1球を投げました、変化球、ストライク。4番はできるだけランナーいない状態で迎えたいな。インロー、カーブ決まってストライク、ツーナッシング、流し打ち、どうだ。よし、モホニノさんかっこいい。非常にいいプレーを見せました。さあ、そして1番バッターから始まりを機動力役。先頭バッターは1番荒木、打った、ゲゲ。そう言いたいのは山々だけど、まあ岩田も走れるからね。今日2三振か。第1球を投げた、まっすぐ空振り、少し迷ったか。意外と新ジェヨンもしっかりと抑えてんだよな、2点以外。第1球を投げた、これもしかし空振り、バッター追い込まれました。サードグル、ツーナッシングから投げた、カーブはボー、インコース低め。うーん、怖いね。投げた、バカ、ボール球だった。くそ、3三振。この試合8つ目の三振を奪いました。第1球を投げた、打ちました、出たー。青木走るよ、ボールは中継、初球から走りますよ、がっつり。さあ、テンアウトからのランナーが来ました。一塁牽制球、おい、分かってんだよ。もう一度一塁牽制球です。怖い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 、やってくるね。ランナースタート、打った、出たー。よっしゃヒットエンドラン。小笠原、今日これで3打数の3安打。さすがにこれまた走りろうとは思わないんで。投げました、思い切ったスイング、空振り。さあ2球目、打ってこれは両方の当たり、ピッチャー取って一塁へアウト。まあまあいいよいいよいいよ。スリーアウトになりました。そして7、8、9と試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターはシュート、今日3打席目、見送ってボール。これは意外とレイ完投あるな、これ完封、もしかしたら日本勢初の。投げました、インコース詰まらせた。頑張ってみようか、意外と省エネ投球はできてると。おお、いったかも、危ねえ。センターの後ろ、ワンバウンドヒットになった。間に合うか、セカンド、間に合わねえな。やばいやばい、ちょっとやばいか。さすがにスローボールは使わない方がよかった。でもよかった、逆に考え、本当、おお、4番よかった、本当に下手に回さなくて。さっきの回、あ、いやー最悪。あー、バカバカたれバカたれ、
マジで何やってんだ俺。あーくそ、ピッチャー交代かこれは。いや行きたいなそのまま。そしてここでバッターはボンジェソン、一打同点のチャンス。インサイド判定はボン、ちょっとやばいかもしれない。でも変えよう、ダメだ。いやこのピッチャーまで行ってもらおう、このオジェソンまでは。でここで交代、よくやった、うん、よく耐え忍んだここまで。松尾かな、ピッチャー交代、ピッチャーを交代します。交番松尾、初のピッチャー交代、生かすなこれは。とりあえず投げた、フォーク見送って、ボールか、でもいいフォーク。アウトロー変化球ストライク、高速シュート、流し打ち、よし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 、今のまんかっこいいわ。日本に全力で点を取らせないと。スライダー決まってワンナッシング、フォーク投げました、打ちました、打ち上げた、あー切れるか、ストレート振ってくんねえかな。来た、よし、あーダメか、スイスライダー、あーバカ、あーもう何やってんだよ今のファーストゴロだろ、くっそ今のマジでもったいねえ、あーもったいない、あレイの勝利がなくなっちゃったこれで、もったいねえ。そう、やべえこれあかん、ちょっと待ってくれ、これやばいんじゃないの。フォーク、とりあえずストレートで、あーそう、いやー参った、やっちゃったな、あれファースト取れたらマジで勝ってたな。ピッチャー上がりました。先頭バッター、やべ、これいいピッチャーだこれ、多分絶対ジョン・ナイル。うわ、分かってはいたけどな、来るって。第1球を投げた、打った、よし、ヒット。いや意外とチェンジアップ打てんぞ、意外といけるかもしれない。今日初めてのヒットを放ちました。第1球を投げた、打った、あこれ戻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 れ、バルクランドで取りました。危ねえ、戻っていてよかった、よしよしよし、しょうがないしょうがない。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。左対左の勝負になります。これが3打席目になります。しまった、焦ってんな俺、多分だけどかなり。バッターボックスはラストバッター阿部、今日3打席目。さあ初球変化球ストライクインローへ、ちょっと今マイクが落ちました、失礼。さあ次の投球です、打ちました、よし抜けないか、そのままベース、あーもったいない、先頭しっかり出たのにな今、やばい、まあ最悪負けても一応出れるからな。よいしょ、いや分かんねえんだよな、負けたらどうなんだこれ、難しいな、どうなるか。よいしょと、とりあえず台湾に中国が勝ってくれりゃいいんだ、そういうことなのかな、トドン、つまり。ここまでヒットは1本、第1球を投げました、低めの球空振り、ワンストライク、やべえこれ敗退だけはしたくない、できるだけ。おっと、おお危ない危ない、さあチェンジ、最後はライトフライに打ち取られました。1番来た、荒木井端始まるよ、この回1番からの高打順、先頭バッターは1番荒木、今日はヒットが1本、打ち上げた、あー切れろ、切れました、ファイ、危ない危ない、しょうがないしょうがない、これはまず、うん、次投げました、打った、抜けろ、うわーマジかよ、一塁アウト、抜けねえか今の。右バッターボックスは井端、井端ちょっと今日不調なんだよな、三三振で。第1球を投げました、おお、ジャロボール、マジかよ、これは痛そうです、ワンアウトランナー、走りたいなこれは。今日2本のヒットを放っている青木、打ちました、よっしゃい、来た、ヒットになった、ボールは来た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 、よし一三塁超高走塁、さあ来た、さあ来た、さあこれでワンアウトランナーは一塁三塁、今日絶好調小笠原。第1球を投げました、打った、よしよし抜けろ、よし来た、
これはショート日本ここで勝ち越しました。貴重な1点を追加。でかい、これはマジででかい。タイムリー内野安打セーフ。ワンアウトランナー一塁三塁。小笠原4番でよかった。中島ここまでノーヒット打った。あやべ、あおおきょ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 、もう1点入る。一塁送球アウト。あセーフかーじゃないんだ、アウトだよ。そしてバッターは森野。よし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 、いいぞ。直球ストライクインローへ。この2点はマジで熱い。空振りから投げました。打った。少し詰まっているか。わーん。惜しい。ツーナッシングから投げた。内角棒球打った。ファルボール。なかなか難しいぞ、こりゃ。第4球を投げた。打った。ペア。ああ、ファルか。切れていきます。流し打ちだけどな。引っ張っていこう。ちょっと。インコース詰まった。また流す。カット打法だな、これマジで。完全に振り遅れました。さあ誰が出るかもう分かりだよね。ここまで2安打の孫則が絶好調、超守護神。ピッチャー交代です。火の玉ボール藤川球児、3人目のピッチャーとして登板です。守護神として出すよこれ。9回の表どんなもん。いいね、153キロ、はい、本来の藤川だね、これで。真ん中低め変化球ストライク。意外とフォークも落ちるんだよな。打ったバスケットフォークをファウル。遅い球と見せて急に速い球を放るっていうね。投げました。オッケー、155キロ。バッターは6番ボージェソン、今日4打席目。投げました。フォーク決まってストライク。ワンナッシング。さあ次の投球です。まっすぐ決まったストライク。さあ追い込まれました。投球3球目直球外れました。アウトコース際どいところ。5目投げました。よーし、来た来た来たぞ。あと1人、このまま勝てばもう 100% 進出だよね。追い上げた、はいはい、来た。よしよし、勝った。危ねえ、結構苦戦したな。確定だねこれで。よかった、勝てた勝てた。ちょっとほっとしております、かなり。いや相当ホッとしてるよ。よかった。途中マジで2点取られた時やべえと思ったもん。はい。はい。乗り越えられない壁はない。お、レイが。おお。みんな成長するやん。はい。アジアでは敵なし。獲得したいもんですね。うん。気合入れてけ。決戦の地ハワイへと向かった。そしてはい、緊張してるようで。なるほどね、全力でフォローしてやろうじゃないか。お、緊張なくなってきてる。いいね、気合を入れた。はい、さあということで次回行きましょう。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。レイでした。またね。またな。逆もありだね、声高めだね。